手袋を買いに、新見南吉。寒い冬が北方から、狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっ!と叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り抜けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。